どうも、お疲れ様です。ここ何日かですね、速下塾の塾生さんが私の自宅に来る例がちょっと続きましてね、まあ、非常に嬉しい日々を過ごさせてもらったなぁと。まあ、とりあえず、そちらの方も落ち着いてですね、訪問のお申し込みは一旦なくなりましたんで、またね、あの遠隔でこうやってリモートでいろいろと指導させていただくんですけども、 うん、この十数年ですね、私がネットビジネスずーっとやってきて、私はもともと当時は10年前っていうのは、まあ麻雀店の経営をしてましてで、その経営がおぼつかなかったんで、全く違う畑、ネットビジネスってものに活路を見み出そうとしたんですよね。で、えー、今はもうネットビジネス専業で、このデスクから全ての利益を生み出してるわけなんですけども、でも私みたいにネット専業じゃなくてもね、うん、やっぱこう、 例えば勤め人に戻るにしてもかなり、ね、ネットビジネスっていうかネットの使い方にたけた会社員がそこには誕生したと思うんですよですんで転職の際の入社面接には得意分野としてね、まあ、インターネットがあるというふうに堂々と言ってくださってると思います皆さんねでネットに活路を見出したい会社っていうのが採用をすぐ出してくれる例が多くてですね私としても 速過塾で鍛えたネットの力っていうのは、ネット専業で生きていくほどにはならないにしても、波の会社員とか波のね、いわゆる社会人よりも、数段上のネットのセンスを持ってると思いますし、技術を持ってると思うんですよ。また、何がしかのネットの活動でつまずいたときは、私がついてますからね。私がすべてネットの活動は解決しますので、ですんでね、中小企業あたりでネットで遅れを取ることはないと思います。 でそれを本当に今ね会社員に戻った方っていうのは実感してるというふうにもレポートをね数件いただくことがあってえ結局ネットビジネスに参加してね速課塾に入っていただいてネット専門で生きていこうっていうぐらいやった方ってそこでネット専業でできなくてもね会社員に戻ったとしてもものすごくレベルの高いネットのスキルを持った会社員の出来上がりなんですよ。まあ、そうういいっった50代のの社員っていうのは 多分ね中小企業にはなかなかいないと思いますので会社から重宝されてると思いますよ。まあそういうふうな報告も頂い,いてねあ会社員に戻ったけどもでもネットのことは私会社の中で一番詳しいんですと。でネットの活動を通じて集客もしてるんですと。速っ塾の力っていうのは個人事業主として自分を養うほどにはならなかったけどもでも会社員としてね補佐的にネットを使う。 っていうことに関しましては、もう圧倒的な力がついたっていう風にね、えー、感じていただいて、私も非常に嬉しいなと思います。例えば、会社のホームページを作ることなんて、お茶の子さいさいですからね。で、その会社のホームページにアクセスを集めるために、Twitter とか SNS の記事投稿っていうのは、もう、もう楽々ちんちんでできるわけですよ。まあ、そうすると、会社っていう看板に人が集めることができれば、あとはね、契約が決まりやすいみたいな流れがあるんですよね。うん、また中にはね、 会社の YouTube チャンネルを開設して、その YouTube から始まるインターネットの責任者になりましたみたいなね。まあそんな私の提案通りにやってくださった方もいて、中小企業があってね、そこに就職したんだけども、その時の採用の基準っていうのが、採用の決定だっていうのが、私が入社したら、御社を YouTube チャンネルで有名にしますっていうね、ことだったらしいんですよ。で、まあ確かにね、有名にはならなかったらしいですけども、あ今のところね、 YouTube からの集客とそこからの契約ってのが決まり出しているんでまあ新しい社員としてね50代で中途入社を採用してよかったっていうふうに会社からも評価いただいたよってことでこの前金一封が出たんでその金一封でね私ねちょっとおごってもらいました <laughs> ありがとうございますって感じですよねまあでもほんとね速っ塾に入っていただいてネットビジネスでトレーニングしていただいてねあの月収100万を超えた人でも 結局それでもね、じゃあ10年間それで食っていけるかって言ったらわからないんですよ。ですので自分の住み心地のいいところにね、落ち着いていただければと思います。それが今回紹介したネットビジネスで、まあ稼ぐことできる,できるようになったんだけども、継続して稼げるようなね、安定力がなくて会社員になっちゃいました。ね。ハローワーク行って就職しましたと言っても、ね。でも就職した先ですごい高いネットのスキルだねってなっていただければ全然いいんだよね。で、そういう会社はたくさんありますんで。 そういうふうなね、生き延び方もぜひね、検討していただければと思います。この速化塾で学んだネットのスキルっていうのは、中小企業レベルだったらね、抜群のエリートコースですよ。ね、だから、おそらくね、カンカン同率とかね、その辺の有名大学を出ました、中堅以上有名大学を出ましたっていう方と、全然引きを取らないぐらいのネットのスキルがついてると思いますんで、ぜひね、ロスジェネ世代で、なかなか進学とか就職にうまくいかなかった方、 ののスキルで東大卒ぐらいのねそのパワーがありますんでその力を信じて全然恥ずかしいことないです会社員として花開いていただいてもよろしいかと思いますそれこそね中小企業零細企業であればあるほどあなたのネットのスキルは東大クラスですからね自信を持って頑張っていただきたいと思いますそれでは